みんな結構お若いじゃないですか <laughs> はい曽田君ギリギリだねって言われてそれも青春だなっていう風に僕は振り返ると思い出しますね綺麗なコメントですね <laughs> <laughs> これも一番左側のカメラ見ていただいてよろしいでしょうかむっちゃ使ってましたねもう,えもうえぐいほど使ってましたよもうあの店とかでシーブリーズ選ぶ時にほんともう座りながら選んでたんじゃないかなぐらい 選んでて吟味しながらもう吟味ししてましたね、はあ、も途中からちょっと何が何だか分かんなくなったり <laughs> もう僕これこれですねスプラッシュマリンと石鹸これを使ってましたねあじゃあ曽田さんの青春時代の香りを周りの方に聞いたらそのシーブリーズの香りが出てくるってことですよねもうシーブリーズしか出てこない本当ね <laughs> ほん CM もすぐ出たかったし。 いやでもう僕、サッカーしてたんですけどサッカーめっちゃ汗かくじゃないですかそ,です、ね、その後にめっちゃ使ってましたでその話をオーディーションでしてでなんだっけなあのこれ空になった時に捨てるのもったいないなと思ったんですよ水鉄砲にして遊びましたって言ったら、えー、むちゃ笑ってもらいました。 ちょっとこれは聞けないエピソードが聞けちゃいましたけれどもあそういう,もう自分が愛してやまなかったんだぞっていうのをちゃんと PR で使ったわけですねもう熱く語りましたね、あの日は。うわそれで<あ> <laughs> この場に立ってるってどうですか、こう皆さんの前でこうシーフリッツの顔ですよおいやでも、顔合わせの時にあに、のー、みんな結構お若いじゃないですか。 はい曽田君ギリギリだねって言われてギリギリだねって言われたんで制服ああギリギリだねみたいないやでもギリギリでも飛び込めたんでセーフいやもうこの場にいることの喜びがんかすごい伝わってきます本当ですかありがとうございます僕もあの小学生と中学生8年間ずっとバレーボールをやっててやっぱりね部活をやる男子は この年代はシーブリーズを必ず片手に持ってたんじゃないかなっていうぐらいみんな持ってましたしそれこそ本当にキャップ交換とかとなくなったらちょっと許可してとかなんかそういうのがこう行われてそれも青春だなっていうふうに僕は振り返ると思い出しますね。綺麗なななコメントでですすねね <laughs> もう水水んかししちゃってたから <laughs> 水鉄砲したらこと僕僕いが 今、高校卒業して3年になるんですけど、本当に言えることは、目の前にある自分なりの目標とか掲げてると思うんですけど、そこに執着しすぎなくても、本当に目の前のことを楽しんで、熱を注いで、仲間を信じて、自分を信じて、ぜひ突き進んでほしいなと思います。僕はそそれこそ部長をやらせてていいただいてて 仲間を信じてたんですけど最後までなんかこう自分を信じれなかったなっていうのが悔いでもありますしあと勉強たくさんしたらよかったなって本当に思うんで今そういう機会がある人たちは是非諦めずにこう向き合っていけば4月から高校生なり中学生なり新しい一歩踏み出すのにちょっとした自信になるんじゃないかなと思うので是非目の前のことを楽しみながら仲間と協力して頑張って 行ってほしいなと思います